今日の聖書の言葉マタイの福音書10章の31節の言葉イエスキリストが語られた言葉ですですから恐れてはいけませんあなた方は多くのスズメよりも価値があるのです占い皆さんはされたことありますでしょうかまあ、変わらず多くの人が利用しているようですけれども星占いそれから運勢判断 またね。名前の占いとか、そんな本たくさん、えー、書店には並んでいるようです。まあ、年配の方だけそんな風に思う方もおられるかもしれませんが、特に若い世代でなかなかの、えー、人気があるようです。また、その行き先将来に対する不安。まあ、これは。 占いに頼らないといけないぐらいに多くの人が抱えている問題の一つではないか悩みの一つではないかとも考えられますかなり前に不確実性の時代という言葉が使われていましたしかし今も私たちは実際不確実な時を生きているのではないかと感じていますこの世の中で確実だと 生まれていたものがことごとく壊れていっているなくなっていっているそんな風にも感じるからですね今日の聖書の言葉は不確実な時代を生きる私たちに実は大切なことを教えてくれています不確実性の時代の中で確実な生き方が可能であることを示してくれているわけです 今日の聖書の言葉の前に次のようなことが記されています。2羽のスズメは一アサリオン。これは当時の通貨ですけれども、今の時給の半額ほどでしょうか。500円ぐらいですかね。で売られているではありませんか。そんなスズメの1羽でさえ、あなた方の父の許しなしに地に落ちることはありません。この世界を創造された神様は、 スズメ一場にもその守りを与えておられるんですね。ですから確実な生き方というのはこの天地を創造された誠の神様を信じていくことです私たちの髪の毛の数までも知っておられる神様に全て信頼して生きていくこれが確実な生き方なんですね。 聖書の死滅神様は私たちのことそしてあなたのことを心配してくださいます今日の聖書の言葉にありますように恐れてはいけませんといつも共にいて励ましてくださいますもう一度読みしますね今日の聖書の言葉ですですから恐れてはいけませんあなた方は「王の雀よりも価値があるのです